ャイアンツファンとか、ただ、今のプレイヤーで、本日の第3試合、国学院大学対仙台育英の試合開始となりまして、両校のスターティングメンバーは、7人の審判でお知らせいたします。先攻は1名目は、東大学野球連盟代表、国学院大学、1番、レフト、山本君。大阪で浜松高校背番号10、2番ファースト吉川君、岡山理科大学附属高校背番号26、3番サード柳田君、日本大学第三高校背番号6、4番センター青木君、国学院栃木高校背番号8、5番ライト田中大輝君、神戸市第一高校背番号33、6番セカンド富山君、岡山理科大学附属高校背番号27、7番ショート宮田君、関東第一高校背番号7、8番キャッチャー上里君、東海大相模高校背番号22、10番ピッチャー竹内君、八幡南高校背番号16。対しまして高校は三塁側、東北3年目代表仙台大学、1番レフト川島君、山村学院高校背番号4、2番センター平野君、山村学院高校背番号7、3番ショート辻元君、北海高校背番号1、4番キャッチャー岡口君、八王子学校八王子高校背番号27、5番セカンド加納君、日本大学山形高校背番号6、6番ファースト井伊君、人生学園高校背番号13、7番サード小笠原君、北海道栄高校背番号10、8番ライト竹野内君、中部大学谷川区高校背番号25、9番ピッチャー村上君、弘前学院青柳高校背番号18。なおこの試合の審判は球審尾形、東京新大学野球連盟塁審一塁深澤、東京都大学野球連盟
ベース投げだな、やっぱり。ブラウカーのベース投げの赤い距離で、ランプ、審判の喧嘩して、で、中にホームベース埋めたりと、足で繋がって、それがね、ヒットしちゃった。ヒットしちゃった。これだけお金がないから。その時はもう人差ができたらもう用済みだった、氷壊し用済みだったらしいです。でその後楽天で星野、その後楽天の人気なんですよね、人気集めだったんですよ。星野監督ができてみんな集まったんですよ、集大成。そしたらやっぱり新庄はね、向こうに野球取ったらブランテンしないんですよ、なんだかんだけどブランテンしない、金が欲しいんだよ。新しい球場に行ったら、特に2番が高校生だった。それにすると、今度は2人が出てきて、吉村です。ジェネラルマネージャー、すごい。限られたんです。皆さん、限られたメンバー、優勝何回もできたわけじゃないですか。吉村ジェネラル一部吉村がね、日本をうまくするから、そうだ、こっちだっていう意見があるけど、日本ハムの経済状況